ブルイリッジの赤道祭赤道祭とは、乗船中に初めて赤道を通過した船員に対して行われる通過儀礼、またはそこから発展した船上での祭り。フランス海軍のメデューズで行われた赤道祭もともとは岬を通過する際の儀式に由来する。小船の大型化と転速航法の発達により、概洋でも正確な位置を特定できるようになり、 ヨーロッパから南半球への航海も可能となったが、赤道付近では北東貿易風と南東貿易風の間にある熱帯収束帯は風が弱くスコールが発生しやすいなど木造ホブネにとっては難所であった。このため船乗りたちは赤道を通過する際に安全を祈願する儀式を行うようになったとされる。ビーグル号の艦長を務めたロバート・フィッツロイはオット・フォン・コツェブが スペイン、ポルトガル、イタリアの船で行われる儀式が式公用に有益であるという1839年の記述を引用している。1800年代にはイギリス海軍やフランス海軍でもこのような行事が行われたことが記録されており、後に海軍を編成した国でも航海術と同時に広まった。赤道を通過したことは熟練した船乗りの証でもあり経験者は 亀の甲羅、ネプチューンの息子と呼ばれ尊敬される。対して未経験者はオタマジャクシと呼ばれる。海軍の練習艦隊や小船員養成所の航海訓練では、新人が多いことから上院の指揮や団結心を高めるため、航海中は娯楽が少ないことからレクリエーションとしての側面もあり、仮装や芸を披露する場ともなった。水上艦だけでなく、 潜水艦でも行われる。欧米の海軍では任務中に赤道を超えたことを証明する証書を発行しており、赤道を超えたものは熟練者とみなされている。現代ではレクリエーション的な側面が強く、クルーズ船では乗客をもてなすパーティーとしている船も多い。往路に越える際に行う赤道祭に対し、袋で越える際には裏赤道祭として別途を行う船もある。 内容は概ね寸劇と仮想である。イベントは2日間にわたり行われる。赤道を越えた経験があるうちで最年長の者がネプチューン役となり、従者としてテビジョーンズなどを従い寸劇が行われ、続いて未経験者に対する洗礼が看板上で行われる。仮想はネプチューンなどの渡積み、バイキングなどの海賊、女装が多い。 寸劇と仮想以外は国や船により異なり、最後に未経験者らが、甲板上から海へ飛び込む。甲板上にプールを設置し未経験者を台の上から落とすなどがある。日本では明治以降、本格的に導入された西洋の公開技術とともに、船乗りの習慣も伝わったが、すでに無風地帯も難所ではない時代であり、大公開時代は、愚かホ船による外洋公開の経験も少ない。 日本人には、ブネ時代の行事という教科書な認識を超えることはなく、船乗りの通過儀礼という側面は継承されなかった。小ネによる世界就航の経験も豊富なイギリス海軍を手本とした大日本帝国海軍では、海軍カレーやウイスキーと同様に船乗り文化として導入されたが、通過儀礼とは認識されず、航海の無事を神仏に乗る。 上院による仮装などの余興という表面的な導入がなされた。大日本帝国海軍では練習艦隊によりすべての士官は必ず赤道越えを経験し練習艦を運用する乗組員であれば複数回の経験者も珍しくないため赤道を越えたものが特段尊敬されることもなかった。練習艦隊として1911年12月25日に 赤道を通過した阿蘇では赤道神に奮した水兵から艦長が鍵を受け取り見えない祭壇の鍵を開けると赤道神が南半球に入る許可を与えるというヨーロッパの寸劇に類似した行事が記録されている1944年3月15日に長門の艦上で行われた赤道祭では上院の多くが初体験ということもあって軍機の取り締まりも緩く 鉄石していた、うがきまといが、演芸用品多数を有するは果たして戦備のなるれる、ものにや、奥総演芸ともに練習艦隊にては見られざるほどの、上手なりとの感想を残すなど、上院総出で行うレクリエーションとなっていた。第二次世界大戦後の日本では、阿蘇で行われたような、神から鍵を受け取るという寸劇や仮想が、民間や海上自衛隊に継承されている。 海上自衛隊では、練習艦隊の遠洋練習公開や、南極観測船などで行われる。かつて安全を祈願する行事となっていたが、本来禁止されている飲酒が許可されるなどの特例も、あり休息日のような扱いだった。現代では飲酒は厳禁となっているが、訓練は休みとなり、余興を楽しむ日となっている。船舶工学の発展と機船の登場により、 赤道無風帯の航行は容易となったが、一人前の船乗りとなる通過儀礼という側面もあったことから、儀式は伝承されていた。民間船では次第に通過儀礼や安全祈願としての側面が薄れ、パーティー化していったのとは対照的に上官の命令が絶対である軍隊では新人への守護きが顕著となった。第二次世界大戦後のアメリカ海軍では、 世界の海に艦隊を派遣しており、赤道を通過する艦は珍しくないため、初めて海に出る新任士官や水兵への手荒な、洗礼が恒例行事となっている。1970年代には、赤道祭の当日は、火が昇る前に甲板に集合させられ、生ゴミを頭からかけられ甲板上を這い回らさせられる、四つん這いで整列させられ尻を叩かれる。 油を塗った腹にキスをさせるなど、安全の祈願や寸劇とは、ほど遠い虐待的な行為が横行していた。なお配置の関係で、赤道祭の経験がないためやり方を知らず、同行した行為をしない士官もいたという。現代では、過剰な暴行は裁判沙汰になるため禁止されているが、依然として手荒な儀式は黙認されている。機内で赤道を越えた際に、 ネプチューンの冠の頭に乗せたベティフォード航空機では通常行われないがベティフォードがエアフォースワンに登場中初めて赤道を越えたことから機内でパーティーが開かれたことがあるモザンビーク PKO 部隊への補給品輸送に当たっていた C-130 の機内でも行われたことがある家族ロビンソン漂流機不思議な島のフローネ第四話オーストラリア目指して 母を訪ねて3000里第17話、赤道祭り、犯罪捜査官ネイビーファイル第2シーズン5話、赤道祭の宣令クロッシングザライン、ハイスクールフリート第10話、赤道祭でハッピー。宇宙戦艦ヤマト2199第7話、太陽圏に別れを告げて、ありがとうございます。